今回の変更の点をどのような理由で、あるいは要因で変更になったかということについて、3つのグループに分けて説明してございます。拡散シミュレーションそのものをやる際にですね、まず事業者、電気事業者から気象のデータ、サイトごとのものを提供を受けて、それをその入力していくわけでございますが、事業者から提供された気象データそのものに不備があったというグループでございます。例えばもうすでに公表されてございますけれども、風向きのデータが風下と風上を間違えていたというようなことがございまして、これは当然のことながら大きな影響が出たということでございます。このようにして得られた事業者から提供されたデータをシミュレーションを行う MAX2 という計算コードに入力するためのデータセットを作らなければいけません。降雨量の取り扱いにおいて、単位を一桁間違えていたということがございました。その他にも大気安定像の分類の仕方、あるいは静穏な状況、風が吹いていないような状況における風向きの取り扱いなどなど、不整合あるいは不正確な点があったりしたと。最後のグループが試算結果の地図上のプロット点が存在する市町村の名前が変わったということでございます。これは距離が変わりますと当然それに伴って市町村も変わるというところがございますが、よく見ていくとですね、距離は変わってないんですけれども、この際ジェネスの方では大きな地図を用いてもう少し厳密に確認をするという作業を行ったためにですね、例えば市町村の境界線付近のところにプロットがある場合の取り扱いについてよく見ていくと、前回公表したものとは異なるものになっているというところもいくつかございます。大きく申し上げますと、このようなところが変更のポイントということでご紹介でございます。非常に今回私どもとしても初めてのこういう、ある種の失敗で、社会皆さんに大変ご心配をかけたという反省をする非常にいい勉強をさせていただいたなという感じはしてます。ですから、これはあまり繰り返さないように今後することがとても大事だと思いますので、今のところその規制委員会規制庁だけの力で全て今後こういった課題を乗り切ることはできないと思いますので、専門性から言ってもぜひジェネスも含めまして、いろんなところのお手伝いをいただくことになろうと思いますので、その際にもやはり我々はそういう場合にお願いする場合にも十分に、今最後に片山課長からありましたように、その辺の手続きとか点検システム、そういったことをきちっと見るようにしていきたいと思います。